正面入り口大阪府立戦北高校資料館は1970年から2010年まで大阪府堺市南区にあった博物館である。2010年に堺市立戦国末村資料館に変わり2016年に閉館した。周辺は国内最大の水気生産地末村カマート群の中心地域である。 1961年から本格的な発掘が始まり、仙北ニュータウンの開発に伴って500基を超える窯跡が見つかった。日本初期、崇神天皇七年上にあるチムケンスエムラの最有力候補地に否定されている。出土したスエなどを収集、保管、展示して大阪府民の文化的向上に貢献するため、 1970年に大阪府立仙北高校資料館が開館した。建物は建築家の牧文彦が設計した。場所は仙北ニュータウン内の大バス公園である。2010年4月1日、橋本徹知事による大阪維新プログラムによって堺市に移管され、堺市立仙北末村資料館に改名された。開館日は同年4月14日。 展示品は発掘された、末駅などの土器や陶器が中心であった。2016年6月24日、老朽化のため、同年9月末で閉館した。末駅などの2585点は、堺市博物館と展示スペースがある文化財、花粉室で管理することになる。建物は、パーク PFI 制度により、南海不動産を代表者とする指定管理者が、 管理しており、カフェなどに転用されている。中村博士、戦国丘陵に広がる薄い生産水村遺跡群、22ページ。中村博士、戦国丘陵に広がる薄い生産水村遺跡群、4ページ。中村博士、戦国丘陵に広がる薄い生産水村遺跡群、93ページ。大阪府立戦国高古資料館。 堺市へ遺憾で継続 MSN3K ニュース。堺市立戦国末村資料館が、オープンアーカイブの2012年11月25日、アットザウェイバックマシン。堺市立戦国末村資料館9月閉館。老朽化で、ニュース、読売新聞堺市役所。堺市立戦国末村資料館は閉館いたしました。2019年10月1日、付け。 2020年1月25日閲覧。朝日新聞2016年6月25日付ウェブ版。戦国末村資料館が閉館へ。堺市、雨森ひどく。堺市ホームページ大バス公園及び旧戦国、末村資料館管理運営事業堺市。ありがとうございます。